さあ、こんにちは。はい。さあ、ゆたかさん。はい。見事40万人突破です。ありがとうございます。おめでとうございます。もうやっぱりね、はい、皆さんのおかげで、はい、もういろいろ厳しいコメントから何から、まあいただくけど、はい、まあ本当にまあ楽しんでもらえてるとかね、うん、楽しんでるとか、こう40万人おめでとうだとか、はい、まあいろんなコメントの中に、うん、まあやっぱこういつも楽しみにしてますっていうね、はい、いつも見てますって、これからも続けてくださいとか、うん、まあ嬉しいな、嬉しいですよ、泣いちゃうな、もう涙もろいから、いやいや本当に、まあだけど。本当にね、これは俺だけの力じゃなくて、まあ、もちろんスタッフとかね、モルージとか、まあ女房もそうだよね、なんか寝ずにやってるというか、あいつはもう本当大変なのよ。まあその中でまあいろいろモルージはな、ずっと長くいてくれて、まあ本当に助けられてるというか、それでなんて言うんだろう、まあファンの方とか登録者の人たちもね、応援してくれてて、まあ厳しいことを言いながら、でもその裏にはやっぱ見てくれてるんだろうなって、だからすごくありがたいなと思ってね。本当そうですよね。まあこれからも頑張りますよね。まあ、はい、次は50万人を目指してというところですし、ね、はい、今週末ですよ、もう17日に、はい、新宿の、はい、ロフトワンプラスで、初の YouTube トークライブを。そうですね。だその前に40万人突破記念すべきだったので、はい、まあ、スタッフは、はい、そのイベント前に40万人いきそうもないかなとか言って、うん、そうなんですよ、投げやりだったのにな。ここに来てトキトキと行きましたよ、行きましたよ、ね、なので、はい、トークライブも実はもうあと残りわずかわずかとなってきました。大人気ということです。大人気、そうなんですよ。いや本当に、実は本当なんです。これでも行ったらスカスカだった、はい、それ買ってるのに来ないって。いや、そしたら沢田健二になっていい帰るんですよね。そうそう、いやで、なのではい、忘れてたという方、はい、急に時間ができたという方、はい、ぜひ、はい、来ていただければと思います。プラッと遊びに来てもらえればね、その感覚で、はい、来ていただければ、ね、お酒飲んだりとか、はい、食事も取れるので、ちょっと気軽な感覚で、はい、でまた嬉しいプレゼントなんかもそこでね、うん、渡せたら。そうかな、はい、まああんまりそのプレゼントは第1回目なんで期待はしないでほしいんだけど、はい、まあまあそれなりに、ね、あるにはある、はい、で地方なのでね、その日来られないよという方は、はい、課金なんですけれど、あ、課金というか、はい、これもチケット制なんですけれども、配信見られますので、はい、そちらのチケット買っていただければと、1週間は見られますので。そうだね、はい、はい、ということで、皆さんね、はい、ぜひ、YouTube の登録も忘れずに、そして今週末はトークイベントに会いましょうということで。でもここに来てやっぱりね、スタッフは絶対に40万今週末までに届かないだろうと言っていましたが、ね、やっぱり阪神の話題をするとね、皆さん登録数も増えるということで。ちょっと待って、まあ阪神は人気あるよ人気ある、巨人とね。そうなんです、最近阪神おじさんになったんですかっていうコメントもあるから。なので今日の動画はこれ阪神です、はい、ね、阪神ね、阪神、今日は佐藤輝明選手を救いたい。まあ佐藤輝は、はい、いろんな情報を集めると、うん、やっぱり練習不足だっていうね、生い立ちから、アマチュア時代の時から、だからちょっと体力的にないという、はい、うん、だからこれはサトテルが悪いんじゃなくて、育ってきた環境、はい、これがやっぱこうあまり練習しないところで育ってきてるという、うん、まあ、能力だけでやってきたというね、はい、まあ、それともう一つ言えるのは、ああいうホームランバッターっていうのは結局波は大きいよね、うん、波はある絶対に。だから、まあ、その今深みにはまってると思うんだけど、まあ、その波をこうなくしたいよね。そうですよね、なくしたいっていうのは自分の本当の形、まあ、それをこう大体2箇所ぐらいなんだよ俺の経験上、はい、2箇所ぐらいを意識して、こうこうこうだ、いい時はこうこうこう、悪くなったらこうなるっていうことを2箇所ぐらい知っとくと修正は早く効くよ。そのまず2箇所というのはどこなんですか？2箇所っていうのは前の動画でも話したけど、はい、やっぱ樽の中で自分の体を上下させないで打つ、それにはやっぱ低めのボールには手を出さない、うん、高めのボールには手を出さない、ここら辺を待っとくということ。だからやっぱ耐える、我慢、打ちたいのは分かるけど我慢をするっていうことがまず一つに大切なことだね、はい、でそこをやるとやっぱ樽の中で振ってるような感覚になるよ、体があんまり前に行ったりだとか後ろに残ったりだとか上下とかしなくなるよ、はい、その自分の打てる範囲の駒の中で打てたらあの子は打てるよ、うん、そう言ってましたもんね、絶対打てる打てる。
だからそれを追っかけちゃうからさ、悪いとどうしても三振したくないとか、はい、打ちたいとか相手の術中にはまっちゃうよね。はめていかなきゃいけないのにはまってしまうという、はい、まあまずそれが一つと、まあ、体力的にないんであれば何をやったら体力的に持つかという、これはプラス精神的なスタミナっていうこともあるわけね。例えばエラーをする、気分が落ちる、まあ、そうなってくるとやっぱ体力的に奪われるぐらいのなんかこう精神的な重みがくる。やっぱそれを跳ね返すような精神力もつけなきゃいけないし、やっぱレギュラーっていうのは体力的に優れてるかっていうとそうじゃなくて、やっぱ気持ち精神的に優れてるんだよね。ここら辺がやっぱこう育ってこないとやっぱ波はある。うん、あとはね、彼の場合は感情の起伏が激しいんじゃないかなって思うんだよ。で、怒ったりとか、怒りだとか、自分が打てないとか、エラーしたとか、で、の時はこう、まあ、沈んだりだとか、でもいい時はこう、絶好調になって、もう俺が佐藤だみたいになっちゃうのか、だからここの感情の起伏を、さざ波のような感じになってくると、多分成績は安定する。それをするには、まあまあまあ、自己コントロールというか、もう人間力だよ、もう人間力を鍛えていくというね、まあ、そういう風になってくると、まあ、彼の成績は俺は安定してくると思う。あとやっぱりその豊さんも話していたその体力面でのスタミナっていうのが、はい、そのやっぱりこうアマチュア時代からあまり、まあ、あのつけないで、まあ、これは情報だからさ、はい、それはもう、ね、もちろんね、そのやってきて彼なりにはやってきてるかもわからないけど、じゃあ他の人と比べるとどうなのかというと、比べた場合にはちょっと足りないんじゃないかという話でね。今シーズン中でそのスタミナを自分につけるためにはどんなことができるんですか、シーズン中だと。妥協しないことだな。妥協しない、うん、やっぱね疲れてる、だからこれは休まなきゃいけないんだっていう風に妥協が、気持ちが妥協に入っちゃうと、はい、そこでやっぱもう一回追い込んでいくような、うーん、気持ちがあるとスタミナはついてくるんだけどね、精神的なスタミナも、はい、体力的なスタミナも同時についてくる。だからサッテルってまだ3年目でしょ、はい、3年目これからだから、プロ野球人生って、うん、3年目なんかまあ助走みたいなもんだから、うん、これからホップステップっていかなきゃいけない、うん、だからまあ彼はそのルーキーの時に20本打ったから期待度が大きいんだよ。期待度が大きいからそういうふうに言われるけど、ホームラン王争いにも顔を出してるし、はい、まあ、打点もそれなりに上げてるという、だからなんだね、あの心配することはない。ただ周りの見方がもうレギュラーですごい選手だっていうふうに見るから、まあ辛いよね、見る目っていうのは。そうです、ね、でもそれに期待に応えていかなきゃいけないのがプロ野球だから、うん、だから置かれてる立場っていうのは非常に辛いかもわからないけども、そういうふうに頑張れば、はい、あの自分で妥協しない、嫌なことから逃げないということで、まあ、そうなってくると、まあ、精神的な体、あのスタミナ、体力的なスタミナも、あ、ついてくると思う。例えばじゃあサードでホームランバッターでっていうと、例えば岡本選手だったりとか村上選手もやっぱサードでホームランバッタークリーンナップ、はい、で、あの2選手っていうのはやっぱりスタミナもあるし精神的にもやっぱり強いよな。いや鍛えられてるよやっぱり。うーん、あ、鍛えられてるっていうのはやっぱりジャイアンツで打たなかったら、はい、クソミソ言われるから、まあ、だけど阪神も同じことだよね。いやでもこうやって動画になるぐらいだから。そうですよね、こうやって、ね、だから大変なことは分かるけども、その期待に応えなきゃいけないよね、やっぱ選手として。例えばその2人と佐藤輝明選手何が違うんですか。まあ、だから生い立ちだよ。あ、その練習量もそうだしとか、うん、だから高校は智弁、智弁学園の、岡本はね、はい、で佐藤は、まあ、そんなに有名な高校ではない、うん、まあ、大学は近大に行ったけども、はい、まあ、だけど、まあ、そこら辺のその生い立ちっていうのはもう智弁の時からプレッシャーかかってるから、やっぱ甲子園出られなかったらどうしようとか、はい、俺が打たないと甲子園行けないとか、もうそこからの生い立ちが違う。だから巨人の、昔ね、今は違うかもわかんないけど、はい、昔のドラフトの取り方っていうのは無名と名門だったら必ず名門から取ったから。へー、いやそういうドラフトをしてたので、同じ力量でちょっとでもこっちの方が、まあ、無名校が上だとしても、いやこの名門から取っとけ。それだけやっぱ鍛えられてるから。だからといって名門が全ていいということではないけどもね、うん、はい、まあ、ないけどもやっぱり練習量とかもやっぱ違うと思う。いや本当にそうなんです。だから佐藤輝明を救いたいっていうんであれば話し合いだよね、まずはね。だから嫌なこと、彼が嫌がること、まあ例えばランニングなのか守備練習なのかわからないけども、それを徹底的にこなしていく。でやっぱ疲れた時ほど中途半端に疲れるよりは一旦もうそこまで落ちちゃった方がいい、うん、疲れさせた方がいい。そうしたら上がるしかないから。
だから同じ波があるんだったらそこまで行っとけよ。ああ、もう逆にそうですね。逆に、うん、それが嫌だったらもうさざ波にだん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 していくんだ。もうどっちかですよね。どっちかどっちか。そうですよね。うん、だからまあさざ波になったら1シーズン戦って3割近い数字とまあ40本、甲子園だからまあ40本だな、40本台を平均的に打てるような打者には俺はなれると。あとやっぱり守備の面からそれが打撃につながるとか、やっぱ一心同体っていうのももちろんありますよ、ね。まあ、守備はね、もう目つぶるしかない。これは、うん、これは慣れもあるし、はい、だから彼は打つバッターだから、守るバッターではない、うん、だから全てを要求したら彼はおかしくなるし、だから守備はそこそこやっといてくれたらいい。あの子は反応がいいからね、打球に対しての。ただエラーは増えてるかもわからないけども、打球に対しての反応は悪くないんだよ。だからそんな下手ではないと思うんだよね。あとはやっぱ慣れていくことと、やっぱ体力的に疲れるとやっぱ思考も鈍くなる、反射も鈍くなる、そういうところで俺エラーが増える。だから体力とか精神的なスタミナがつくと必ずエラーも減ってくるよ、うん、だからそこまで待つしかないよね。そこはそうですね。いやだって体力なんて1日寝て明日おーついたぜみたいな、ないそうないでしょ。蓄積したものですね、うん、いやだから彼は人の 1.5 倍ぐらい練習していいと思うよ今はね、うん、まだまだね、はい、まだまだ鍛えて伸びる頃だから、はい、だからそこで妥協はしない方がいいかなっていうふうに思うね、うん、振る力とか、はい、走力とかそういうのはいいもの持ってるしね、その素質を開花させるにはやっぱり今言ったこと、はい、まあ、そういうものが大切かなと思う、ね。まあ、昨日の日本ハム戦でちょレギュラーから外れましたけれども、まあ、ノイジー選手もこの、ね、ノイジー選手の動画を撮った時にやっぱり1回外されたんですけども、翌日にすぐまた戻ってきたので、これって本当に短期間的なものというか、うん、岡田監督やっぱり必要な人間だからさ、うん、まあ、1回外して今日も休みでみたいな、はい、まあ、そうなってくると2日間休めたりだとか、うん、まあ、練習に専念できるとか、うん、まあ、そういう時間を作ったんだろうと思うしね。で彼はチームが苦しんでる時に助けてほしい選手だよね、はい、大山と共にね。だからチームの状態と一緒に沈んでたらやっぱ価値がなくなるわけよ、はい、うん、だからその自分の存在価値だとか出すには、調子がチームの状態が悪い時に一人頑張ってね、いやあいつがいたから乗り切れたとか、そのぐらいの選手なんだよ。だからそこをやっぱ目指してほしい。そうですね、うん、佐藤輝明選手、まあ、今年には本当にホームランを狙えるだけのところに来てると思うんですよ。だからきついぞ、まあ、それも負担になってるかもしれないけど言ってるのな。まあまあね、でも本当にチャンスはあるしね、はい、うん、で優勝のチャンスもある。で優勝するとやっぱ彼もやっぱ勝つための野球っていうのをやっぱ学んで、また一皮向けるような佐藤輝明がまた作られてくるから、そこまでやっぱ自分が優勝させたというような、そのぐらいの活躍を目指してね、妥協しないで頑張ってほしい。そうですね、いわゆるあれですね、あれだ、ね、これ阪神のファンの方に言うと優勝って言わないでください、あれって言ってくださいって言われるので、うるさいわあれのためにやっぱ、まあ、あれのために、ね、ために佐藤輝明選手は必要な選手なので、そう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 、頑張ってほしいです、はい。